海上自衛隊が持つイージス艦を、すべてトマホークミサイルに対応させるという計画が進んでいるとの情報がをキャッチしました。今回は、イージス艦のトマホーク化について、詳しく解説します。533mm 魚雷艦型との性能の差がマジで、やばい状況です。これを知ったら VSL が必要。日本政府が安全保障関連3文書の改定に基づいて導入を決定したアメリカ製の長射程巡航ミサイルトマホークが海上自衛隊のイージス護衛艦に搭載される方針であるとして発表されたことについて、海上自衛隊の酒井良海上幕僚長が4月20日の記者会見で、トマホークのこれまでの実績、正確性、破壊力を考えると極めて信頼を受けるミサイルであり、抑止力の強化に大きく貢献すると強調して、現状における反撃能力、敵基地攻撃能力の強化の一役を担うものであるとした。政府は、2023年度予算案に、トマホーク取得費として2113億円を計上して400発購入する方針を表明しており、部隊への配備は、2026年度からと想定しているものの、できる限り前倒ししたいとの意向で、アメリカ側との協議を視野に入れている。日本が導入する予定とされているトマホークは最新型のブロック5で、全長 5.67M、直径 52cm、重量は約 1.5 トンの大きさの円筒形で、折りたたみ式主翼が搭載されていて、その翼幅は 2.67M であり、エンジンには、推力 700lbs 以上とされるウィリアムス製の F107 小型二軸式ターボファンエンジンが搭載され、巡航速度は、マッハ 0.8、射程は、1700から 3000km とされている。1000ポンド、約 450kg の単体弾頭が搭載されていて、ブロック4の機能向上型で、後方、衛星通信装備を改良、精度を向上されたブロック5に、対地攻撃に加えて、海上を航行する、艦艇などを目標として、最新の終末誘導用のシーカーで、敵艦艇を識別して、精密攻撃を実施する、追艦攻撃兼用の護衛、厚いコンクリートなどを、貫通可能な、スムース弾頭を装備し、強固に防護された地上目標を破壊することができる 5B の3つのバリエーションがある。ブロック5は、2021年からアメリカ海軍に納入され、近年、海軍力を著しく増強し、接近阻止、領域拒否、AD-2AD に対応した長距離対艦ミサイルの開発に取り組んでいる中国海軍を念頭に置いた水上艦艇攻撃力強化の一環として、開発が行われたトマホークである。ブロック4を軽量化させたことに伴う構造強度の低下によって、ブロック5の潜水艦発射型は、魚雷発射艦からの発射ができなくなっていて、アメリカ海軍では垂直発射システム VLS から発射されることになっているが、2007年に魚雷発射艦より発射できるタイプもテストされていて、イギリス海軍では、この魚雷発射艦発射タイプを導入しており、トラファルガー級原子力潜水艦やアスチュート級原子力潜水艦で運用されている。海上自衛隊の潜水艦は VLS を持たないため、このイギリス海軍が運用している魚雷発射艦から発射可能がタイプではないかとの噂があったが、2022年12月16日に閣議決定された防衛力整備計画において、トマホークの導入は、スタンドオフミサイルの運用能力向上を目的として、潜水艦に搭載可能な垂直ミサイル発射システム、VLS を開発、整備するとされ、水中優勢獲得のための能力強化として、潜水艦、SS に、垂直ミサイル発射システム、VLS を搭載し、スタンドオフミサイルを搭載可能とする、垂直発射型ミサイル搭載潜水艦の取得を目指し開発すると
明記されており、防衛装備庁は2023年3月13日に潜水艦用垂直誘導弾発射システムに関する技術検討役務を報告して開発を進めるとしている。潜水艦からの巡航ミサイル発射方式については次のように考えられている。前線に展開している潜水艦においては、万一敵潜水艦などが出現した場合に備えて、反撃用の魚雷を2発、最低でも1発を発射できるように、発射管を確保しておく必要があるため、同時に発射できる巡航ミサイルの弾数は、4発か5発に限定される。しかし、巡航ミサイルが通常弾頭である場合は、破壊力が小さいために、多数のミサイルによる同時攻撃が必要となるため、次弾を装填して、複数回の発射が必要となるのであるが、魚雷発射管内の海水を排水して、次の巡航ミサイルを装填するのには、時間がかかり、その間に、敵の対潜哨戒機などにより探知される危険がある。また、巡航ミサイルを、艦内の魚雷搭載スペースに収容することで、搭載魚雷数が激減することになり、頻繁に補給を実施しなければならない。これが VLS 搭載潜水艦であれば、トマホーク巡航ミサイルを、同時に6発程度格納できる大型垂直発射艦、バージニアペイロードモジュール、VPM を、3機ないし4機装備すれば、18発から24発、短時間に発射することが可能となり、魚雷搭載数も必要な数を確保することができるほか、大型の垂直発射艦であれば、現在開発中の12式地対艦誘導弾能力向上型の潜水艦発射型や、この先射程を延伸して高速化された巡航ミサイルや弾道ミサイルが開発されたとしても、ミサイルのサイズ変更に柔軟に対応することが可能とされている。また、バージニアペイロードモジュールは、巡航ミサイルを発射するだけでなく、その他の用途として、特殊部隊の出撃や回収に必要なエアロックとしても運用可能で、開発が進められている水中ドローン、UAV の格納固件発射、回収装置や水中発射能力を有する飛行ドローンの発射にも運用が可能だ。しかしながら、現時点では、海上自衛隊潜水艦に VLS を搭載するための研究が始まったばかりであり、実際に就役するまでには、まだ相当な時間を必要とするため、今回導入するトマホークについては、護衛艦の VLS からの発射が想定されていて、政府は、海上自衛隊が運用しているイージス艦8隻全艦の VLS を、2027年までに回収して搭載可能にする方針を固め、2024年度防衛予算から回収費を計上する方針であることが報じられている。このことについて、インターネット上では賛否両論が上がっており、その理由として、イージス艦が、そもそも艦隊防空用の護衛艦であり、1艦に、マヤ型2隻とアタゴ型2隻が、96セル、旧型の混合型、4隻で90セルが搭載されている VLS には、艦対空スタンダードミサイル SM2 及び弾道弾迎撃ミサイルリム161、SM3、スタンダードミサイル3と対潜ミサイル RUM139、VLA などのミサイルが搭載されているのに、数に限りがある VLS セルをトマホークのために多くを明け渡すことになれば、艦隊防空のための戦力が大きく低減することが不安として挙げられている。日本政府は2020年6月15日にそれまで導入計画を進めていたイージス艦に代わる弾道ミサイルに対する陸上の防衛システムであるイージスアショアの導入計画を地元への配慮不足などを理由として取りやめた。イージスアショア計画は弾道ミサイル発射を繰り返す北朝鮮の脅威が増す中、
イージス護衛艦に搭載されている SM-3 だけでは対応しきれないとの判断で進められていたのであるが、中止となったことで、政府は2020年12月18日に新たなミサイル防衛システムの整備等及びスタンドオフ防衛能力の強化についてと題された方針を閣議決定して、イージス・アショアに代わるものとして新たにイージスシステム搭載艦2隻を建造し、それらを海上自衛隊が運用することを決定した。この新種の護衛艦の船体の大きさは、基準排水量2万2000トン、全長210メートル以下、幅40メートル以下とされ、船体規模としては、マヤ型護衛艦の約2倍とされているが、速度が遅くなるなど、他の護衛艦との艦隊運用が難しくなることから、現在では、小型化によって、機動力を向上させるための検討が進められている。主兵装には200以上の VLS セルが搭載される予定で、既存のイージス護衛艦と同様に SM2、SM3 のほか、海上自衛隊として初導入される極超音速滑空兵器に対応する SM6 や反撃能力として導入する12式地対艦誘導弾能力向上型艦艇発射型も搭載する計画とされている。 VLS について200セル以上が搭載されれば、アメリカ海軍のタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦122セルや中国海軍の南アキラ級駆逐艦112セルを大きく上回ることになり、世界最大規模のミサイル戦闘艦となるのであるが、このイージスシステム搭載艦が就役すれば、トマホークをこれらに搭載することが可能となり、イージス護衛艦を本来の任務である艦隊防空に専念させることができるようになるため、防衛用では2027年に1隻、2028年までにもう1隻を就役させるとして、 VLS 搭載潜水艦とともに開発設計を急いでいる。